心が走り始めた。はい、皆さんこんにちは。リナです。タカです。エイティブログです。ビニャーレスにやってきました。キューバの田舎町。そうだね、今日の朝ちょうどね、コレクティーボっていうね、乗り合いのタクシーに乗って、まあちょっと可愛らしいめちゃめちゃレトロなタクシーに乗ってそうだね、ハバナからビニャーレスっていう田舎にやってきました。これに乗ってビニャーレスに行きます。まあ想像つくと思うけど、60年前、70年前の車だから乗り心地はね、最悪ですよ。ガタガタしてたし、曲がるたびになんかね、車のどこからかわかんないけど変な機械音が鳴るっていう、ね、途中からね、みんなね、恐怖に震えてました。いつ壊れるかっていうね。まあビニャーレスって田舎だから、よりね、自然を楽しむっていう感じの、まあ、キューバの街です。馬に乗って、ちょっと今日はね、国立公園があるらしいから、ここにね、ちょっとツアーに行きたいと思います。馬に乗れるのかな。まあ、ラクダ乗ったからね。そうだね、ラクダは最悪だから行ってみましょう。はい、はい、ということで今ちょっと歩いてきて、ちっちゃい牧場に来ました。おい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 、どこ行くんだ。おいおいおい、ご飯食べないで。ご飯食べてるけど大丈夫？俺の馬はお腹が空いてるみたい。おいおいおい、お前は今ご飯の時間じゃねえぞ。はい、ご飯を食べてます。お腹が空いてるね。いつもご飯もらってないね、かわいそうだね。今食べていいよ、いっぱい食べない。今ガイドが来たらまた怒られちゃうから、今いっぱい食べろ。チャンスだぞ、チャンス。ラクダと比べると全然楽だよ。ダジャレ。ちなみに馬から見た景色はね、こんな感じ。奥とかすごいよね。綺麗じゃない？めっちゃ綺麗。こいつたまに走るんだよね。そんなに走ったら俺落ちちゃうんですけど。今ね、ずっと馬に乗って歩いてるんだけど、なぜか俺が先頭っていうね。普通こういうのってさ、ガイドさんが一番先をさ行くってさ、道を案内してくれるんじゃないの。っていう感じで今楽しんでます。それが楽しめない。はい、ということでとうとうね、俺とレナの2人になりました。ガイドさんがいなくなっちゃった。よくわかりません。全くどこに行けばいいかわからないし、降り方もわからない。確かに降り方もわかんないから。これがキューバです。前から牛来たけど、これ大丈夫？いた。おい、牛の尻が当たったんだよ。道が狭すぎますね。コールが走り始めた。ひとまず到着。どこかに。おいおい、もろ。ちょうど今ね、1時間ぐらい馬に乗ってました。ちょっともうだんだんお尻と膝が悲鳴を上げてる。痛くない体中。大丈夫、足ちょっとだけ。楽しさを超えて訓練みたいになってる。で、ちょっと今からね、タバコとかコーヒーとかラム酒の作る現場を見せてくれるのかな。ちょっとよくわかんないんだけど、基本スペイン語だからよくわかりません。全く喋れない。レフトライトは喋れるよ。そうだね。タバコファームに来ました。で、私たちタバコを吸わないから、ちょっと吸ってはないけど、ここに歩いたらめちゃくちゃいい匂いする。めちゃめちゃタバコの匂いがする。タバコの匂いがめっちゃ美味しい。悲しいことが、ここにみんなプライベートでファームを持ってて、もう 90% の葉っぱがガバメントに持ってかれちゃう。
10% だけは自分でタバコにしてちゃんとしたシガーにして売れるらしい。でこれを売ってる、ここでなんか1本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 で、まあスベニアとしては売れる。でここで売って買ったら1本3ドルで、ガバメントのストアで買ったら安くてもう8ドルって言ったと思う。高くても24ドル8倍で。そうで、まあここでこう私たちのような観光客に売ろうとしてる。はい、ということで戻ります。また多分1時間ぐらい大自然の中を馬に乗って歩いてまた町の方までね戻っていきます。お、来ました。僕の馬モロって名前です。行きましょう。モロ頼む。乗りました。迷子になりました。ガイドがいないから左か右かまっすぐどこに行けばいいか分かりません。ガイドが右行って左行ってって言ったけど、その次のところでどこに行けばいいかは言われてないから、とりあえずまっすぐ進んでます。もしかしたら間違え、おい、もろもろもろ、草を食べちゃダメだよって言ったでしょさっき。おいおい、だからダメだよって。お前レナみたいなやつだな。すぐお前食べ物を探しに行くな。レナと一緒だな。ガイドが走って追いかけてきてくれました。間違えてましたね。軽く小走りしても楽しくなってきました。モロ行け。モロの乗り方にもだいぶ慣れたところでゴールです。ということで到着。モロありがとう。モロありがとうね。グラシアス。痛い痛い痛い、足が痛い。ということで痛い痛い、ホースライディング終わりました。なんか画面光ってない？光ってる。ちょっと拭いた方がいいかな。太陽でした。太陽かな。はい、3時間にわたる乗馬が終わりました。めっちゃ楽しかった。まあ楽しかったけど、どこかのタイミングから膝が痛くなって、走るともう膝がこうミシミシする感じ。ただね、途中からね、馬がうまく自分の思い通りに動くようになってくれて、私の馬がタカの指示に従って走ってハマったりした。だから俺はめちゃくちゃ楽しかったけど、3時間のツアーで、まあ、馬に乗ってずっと山の中、まあ、国立公園の中歩いて、タバコの説明とかコーヒー飲んだりとか休憩して、で3時間で1人20ドルでした。そう、だから別に高くはない。そうだね、キューバだから安いっていうのはそうだけど、ただね、3時間も馬に乗ってりゃね、上手くなりますよ、馬に乗るの。これか飽きる。そう、上手くなった人、飽きた人。そういうこと。はい、ということでね、もう今からホームステイ先の傘に戻っていきます。ちなみに傘は家という意味だよ。あ、そうなんだ。そうだよ。なるほど、そういうこと。うわー、青が塗って殺される。ちなみにこれリニャーレスの街は、リニャーレスの街はあんな感じ。まあすごい田舎だよね。そうだね。今日の動画はなんだ、馬に乗った動画になっちゃったね。そうです、馬の動画です。もしこの動画が楽しかったっていう人はいいねボタン押してください。お願いします。え、また次の動画で会いましょう。明日もビニャーレス。El hotel, no, el hotel...